2011年型ラム3500ラムは、い、米の自動車メーカーフィアットクライスラーオートモービルズが、ラムブランドとして、製造、販売する大型ピックアップトラックである。以前は、負荷の前身でもあるクライスラーが、ダッチブランドで販売していたが、2009年からは、ダッチから独立して、ラムブランドで販売されている。初代のダッチラムは、 ラムのボンネットマスコットのついた1930年代のダッチの車から命名された。その特徴のないデザインや AT しかなく、タコメーターもないなど快適とは、ほど遠い内装のため、販売面では振るわず、フォードの F シリーズやシボレーの C、K シリーズに大きく、水をあけられた。ダッチラムチャージャーラリー競技ラリー、レースでの活躍は、 発売年の1981年、WRC サファリ、ラリーのグループにエントリーで、ラムチャージャーを4台体制で、スポット参戦する。結果はナミール、常連勢に続いて2台完走し、ポイント圏内に入るものの、残る2台、ヨーロッパ勢のワークスを離れたサンドロムナーリも買って、いたが、ギアボックストラブルで、リタイアに終わっている。第2世代のラムは徹底した。 顧客調査の結果得られた情報をもとにリデザインされた。顧客調査の結果、この手のフルサイズピックアップトラックを買うカスタマーたちは、より押し出しの強くて、悪の強いデザインを好むことが分かっており、それをもとに設計された。そのフロントフェイスに見られるトラクターのような造形や、一目でそれとわかる巨大なフロントグリルはライバルである。フォードやシボレーとは一線を画し、 それまでの4倍以上の年間販売台数を稼ぎ出した。1994年の北米カー・オブ・ザ・イヤーのトラック部門で受賞。しかしながら、モデル末期においても、フォード、シボレーに販売で追いつくことはなかった。特別モデルインディペースカー限定エディション SST パッケージ1996年に、ダッチラムインディペーストラックが登場した。それには、 ダッジバイパーに似通った縦のストライプが施され、ドアにはオフィシャルトラックオブザエティスインディアナポリス500のステッカーが貼られている。このモデルには5.9リットルのエンジンとエキゾーストマフラー17インチのホイールとグッドイヤーイーグルにも含まれている。SST とエネルギー以上が発表した2006年型乗用車の燃費番付の調査結果では、 同社の二輪駆動モデルが再開となった。人燃費は、市街地走行モードで1リットルあたりわずか3.8キロとなっている。また、2005年2月のシカゴモーターショーでは、後期型で投入された、ラムキャブエクステンデッドが公開された。これはその名の通りキャビン部分を延長したモデルで、最大6人が乗れる2列のシートは、ピックアップ史上最大級であった。 また同ダッチブランドのスーパースポーツ、ダッチバイパーと同じ8.3リッター500馬力の大型エンジンを搭載する SRT-10 というグレードもある。ホイールはピレリの22インチタイヤが搭載されていた。このモデルは最高速度時速247.3キロメートルを叩き出し、世界一速いピックアップトラックとしてギネスブックにも載っている。2005年に フェイスリフトを受けた後期型モデルが登場。ヘッドライトの目がつり上がり、アグレッシブさが増した。また2007年には、2008年モデルの1500シリーズのフロントドア横のエンブレムが、ラム1500からラムに変更されている。モデル末期である2007年には、北米のピックアップトラック市場にフルモデルチェンジを受けて、よりラムに近い性格を持たされたトヨタタンドラが投入され、 ダチはラムの販売を維持するために2008年に第4世代の投入を発表した。ピックアップトラックの人気が非常に高いテキサス州向けにはローンスターエディションと呼ばれる地域限定仕様があり、州内では人気が高い。 デトロイトモーターショーで発表された第4世代のラムは 5.7L ヘミ V8 は 35HP のアップで 380HP になりそのトルクは404フィート、LBF である。燃費も若干向上する模様。4.7L パワーテック V8 は 310HP、330フィート LBF。3.7L パワーテック V6 は 215HP。 235フィート LBF を発揮する。このモデルにおいて最大の変更点はリアサスペンションのコイル化である。耐久性のために長年トラックのお決まりになっていたリーフ式サスペンションからハンドリング性能の追求のために後リンク式サスペンションに変更された。デザインは先代よりもさらに直線的で角張ったものとなっている。またリアエンブレムは ダッチの文字だけのものから、ダッチの文字が入ったダッチのロゴに変わった。2008年9月25日に、テキサス州ダラスで開かれたイベントで、テキサス州限定で発売する、ローンスターエディションが発表された。フォグライトや日本出し、マフラー、テキサス州の形をモチーフにした専用エンブレムなどが搭載されている。2009年モデルとして、2008年秋から発売されている。 長年のライバルであるフォードカス -150 も2009年モデルは全面改良されており競争が激化するものと思われる。2011年からはクライスラーがメキシコサルティオ工場で日産向けにタイタンの後継者としてダッチラムを OEM 供給する予定だったが2009年4月にクライスラーが破産法適用を申請したのに加え フィアットと提携することが決定したため、同年8月に契約解消が発表された。ライバルたちがディーゼルエンジンを V8 であった中、長年にわたり、カミンズの直期6ディーゼル搭載車をラインナップし続けていたため、トレーラーの牽引用に購入する場合、カミンズエンジンにこだわるファンも多い。ダッジラムは1994年にモータートレンド誌のトラックオブザイヤーを受賞している。 そして、同社のヘビデューティというモデルは2003年に同じ賞を受賞している。また、かつては、商用版にラムの名を冠したモデルも存在していたが2003年に製造終了した。なお、ラムトラックス設立後は、ダジキャラ版ベースのラムカーゴ版、およびフィアットデューカートベースのラムプロマスターといった商用版が相次いで発表されている。 一部車両は総重量が 6000kg を超えるため、そのような車両は日本では準中型自動車に分類される。2017年3月以降に普通自動車免許を取得した場合、運転できない。ラリーベースにナインス、マルボロサファリ、ラリーリザルト2011年4月26日参照。MOTIVMAGAZINE.com2009 e ドッ ラムローンスターエディションアムンスト日産自動車とクライスラー新たな OEM 契約に合意日産自動車プレスルーム日産とクライスラー提携を博していレスポンスありがとうございます